私は韓国人だけど日本人を国葬するために日本に来ました。日本の社会がこんなに病んでるのか。このままでいいか、これでいいか、大丈夫か。誰かがしなければならない、誰かが出なきゃいけない。いよいよ沖縄に来ました。日本で一番好きなところ沖縄に4年ぶりにいよいよ着きました。ママママ目が見えない。日本人に話しかけないで黙れお前クソ。日本人に話しかけるかどうか私は自由だからね。ああまあこの映像で話してたけど、今日本で住んで私をいじめる日本人か韓国人か在日かわからないけど、今1年間私をしつこくいじめる人間は3日前日本でまた10年ぶりに大地震が来たんでしょ。あれは神様が私をいじめてる人アンチ、あの人の向けの神様の警告だと思います。